成功です。皆さん、リスペクト。ミロカツのスリップ。あ、コラボ上がったってる。11だ。かっけえじゃん。マジ？うわお。そんなことあったの？ええやん。一発目のリスペクトで、そのまま勝ったの？リプレイ、そうそう。あ、もう行った行った行った、1000枚行くわ。もともとでも何枚か持ってなかった。あ、確かに。あと1回ぐらい。オーバーキルもらえねえんだ。いや、まあ、じゃあ、あらあらあら、もらえてた。あ、じゃあ行ったか。ここの頑張り次第だね。よし、500取れ、500。まあ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 、37ね。行った行った行ったでしょ。よし、ゴッドイーターです。あー、今やってます。僕がね、3万4000円ぐらい投資して、うん、500枚ぐらい出てるけど、まあ AT 中なので2000枚ぐらい出してプラスにできれば、ああ、まあうちの今日ゴッドイータープロが十分十分。だって今プラってるでしょ。今プラスまで来た。で、今ちょうどその上位かけての激凛ハンニバルがここから始まる。ああ、でこれ通せば上位 AT で、もう一個上があるんだよね。ある、あの神落ちがある。神落ち、ああ、さっともう出して、ああ、今日プラス1000枚にして、うん、トレアンツ終わるんで、今日は。いや、もう今日はもうスタイリッシュに帰るよ、はい、素敵な、実践をこれからお届けできる、頑張ります。行ってきます。行ってきます。よし、行こう。リプレイだけくれ、こうだ。よしよしよし。よかったー、よかった、マジでよかった。素敵、マジでよかった。ナイススタート。いや、これは嬉しい。そのぐらいで止めると気持ちいいよね。そうね、これだよね。あぶねーっていうの。よし、なんならあのリプレイで当たっててこのチェリーでオーバーキルだったとかいう神展開はまあいいでしょう。あ、レオコース。来たよー。あー、激凛。50ゲームの50ゲームのだよ、ね、そうだね。弱点なしだっけ、元は。で、1個持ってるから。チェリー、強いな。1個持ってんの。1個持ってきたよ。やっぱ準備してきたよ。結構そこ、むずくはないんでしょ。俺やったことないんだけど。そんなにね、そこまで。それこそ活性化渡る結合崩壊させてみたいな。こんなもん何回リプレイ引くかっていうあれだもんな。そうね。あ、いいよ、あ、いいね、そう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 。わしゃ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 。要はさっきのなんだっけ、アマテラスみたいなもんか。どこ中ゲームって考えたら、まあ勝ちみたいなもんですよ。チェリー引け、チェリー持ってますし。おい、あはは、い、おい、で上位エティ、これでここからはもう弱点2つ。いや、いいですね。よし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 、素晴らしい、マジで素晴らしい。 OKOK、 たどり着いたよ。でバッチはもうプラス1とプラス今200枚ぐらい。でも俺もこれで700ぐらい、あ、600枚でしょ。でここで多分神チェリーとか引くとここまでいける。なるほどなるほど。あ、いいじゃない、神チェリー引いちゃおうかな。あら、神チェリー引いてチェリー変換起きて何何なの、何か出ない、何ないの、何チェリーなの、ジャックチェリーに変わんないから一番おもろいだろそれ。ぐるーって戻ってきてね一番おもろいよななんだジャックチェリー俺も自分で自分も見るもんねガガ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 ガってなるんだろうね、やっぱりね。やめろやめろって思ったかっつってくる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 プチャーってずれたんですよリプレイです。
ただね、こいつの時に俺あんまり早い段階で行きたくないんですよ。だからなぜなら変換があるから。あ、そうか。まあいいんですけど、もうさっくり行っちゃったのね。そう、いいんですけどね、まあ、ちょっと楽しいもんな、チェリー行くの。そう、まあまあいいんですけどね。パニッシャー行ってみたいわ。お、引いた。いや、これで僕もでもね、800枚ぐらいはもう行ってるんで。いいよ、戻してるよ。半分は戻してるから。 ありますよ、バッチ君。これあるね。だってバッチがこれ走ること全然あるから。視界に捉えてるよ、結構。俺はだからどんだけ取り戻せるかだから。てか俺もいけるな。いける、いける、全然いける、全然いける。1000本でしょって。いける、初めてだよ、嬉しい。あるあるある。ここね、ここマジで鬼門なんですよ。あ、うん、悪くない。なんだっけ、そいつスイカ。あ、スイカか。光った。あら、マジ。はいはい、取った。あららら、すごいじゃん、乗ってきたね。これさ、マッチうまいこといけ。ある、ある、ある、ある。今800枚ちょうどあるよ。そこオーバーキルだったら。いや、ある、行く。オーバーキルじゃなくても、だからあそこでリプレイ引いてれば250だから。よしよし、マジ、マジ、マジ、来たよ、来たよ。もう次よ、行ってよ。え、ここチェリーだ。オーバーキル。いやいや、もう終わってる、終わってる。それはもう終わってる。オーバーキルして、タラス、マジで。おーおーおーおお、出ない。水し、ああこれリプレイだったらワンチャンあんのか。ないね、あと1回か。それにしてよ、それ影落ち。このボタン消え、あ、白だね。消えたら神落ち。そう、まあ、そうだよな、ね、大丈夫、それ俺がやるから。おほおほ、強気。よし、これは結局結合崩壊が1個もともと増えてるから継続率が高いってこと。そう、それだけ、それだけ。バカ野郎、絶対来ると思ったんだ俺。アニバル来た。これは次確定だから。確かに、激凛。これあれだね、ストッパーハンニバルだね、倒すしかないな。俺こいつ倒せば俺はもう初めての激凛やれる。行こう行こう行こう、やろうよ。いいんじゃない、アリサちゃん。チャンス目だ、取った。勝ったよ、勝ったよ、勝ったよ、取った。秒や。一ゲーム目倒した。取ったわ、一ゲーム目倒した。取ったわ。おい松本くん、なんだおい、すごいね。松本くん、昼飯なんて食ってる場合じゃなかったです。ここ3連戦すごいよ。ありがとう、ありがとう、スタッフの皆さん。俺ね、ゴヤモンなんて食ってる場合じゃなかった、今日。いらない、圧倒的強者感。うわ、やってやるよ、マジで。で、チェリーだから、しかも俺ストック3つあるから、これ全部ね。リプレイもじゃん、リプレイも。だからもうここはもうほぼか近く。リプレイ引いたらもう当たり。伝説のやつだ、リプレイのやつ。もう全然つかないやつ。カラクリサーカス、ゴジエバ、ゴールデンカムイ、ゴッドイーター。ああ、オッケーオッケー、武器が増えてきた。まあ、オーバーキルしたいとこだもんね、逆に言ったら。そうね、もう関係ないんだもんね、確定だからといってね、うん、その後は普通の確率とこだもんな、多分。だから20%、20%。よしよしよし、ここは何も引いてないからオーバーキルなしですか。そこだよね、俺らここやりたいね。そう、引きたいね。リプレイでしょ、リプレイで。なんかなんか、まあフラグ引くだけじゃなくて、なんか必要なんだろうな、条件。ね、2択やりたいよ。275枚。オッケーオッケー。よし、じゃあ俺行ってくるわ。やってみたい。頼むぜ。え、これどこで出てくる？この後か。ここ？
なるほどね。よし、行ってくるわ。頼むよ。50ゲームね。基本勝つとは聞いてるけど、俺もまだ負けてたことない。3回やったけど、ね、うん、でもなんかすっげえ緊張してんだけど俺75% だって。あ、じゃあまあワンチャン危ねえか。 25% はまあそんなに楽勝ってわけじゃない ね、 そうだね。 75% だったら、うわいいね。結合崩壊だよ。結合崩壊しない。あら、弱点なし。ないのよ。リプレイしかないね。そうなると、リプレイでね、こういった時大体してくれたりするよね。そんなことないのか、知らんけど、初めてだから。さっき俺ね、飛んだ時したよ。するよね、うん、リプレイでバトル取った時した。遅かった。まだ間に合うよ。まだ間に合う。初めて失敗したの見たわ。初めて入ったけど、初めて俺も失敗したの見た。やっぱ普通に抜けるんだな。何かあるわけじゃないな。いや、もうみんな油断しないでください。皆さん、激励ハニバルに蹴られてるの初めて見た。あの、喜びすぎないでください。ああ、油断禁、あれだね、禁物だね。油断禁物。そっか。いや、もう任せよう。よし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 、それうまいわ。よしよしよし。やっぱだから、そのそうだな、レア役光る方ダメなんだよな。そうそう、ほんとそう。あ、どこでリプレイ連打してくれてんだよ。だ、リプレイが引けないときにレア役、レア役引けないときにリプレイっていう住み分けがちゃんとできてないと。そう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 、ほんとそれ。あんま片目引きが意味ないからね。よしよしよし。あんまオーバーキルとかしてる場合じゃないのかもしれない、もしかして。ああ、これって次はあれ乾燥しかないの。乾燥というか有利か切るまでしかないの。そう、その髪落ちチャンスって。あ、どうなんだろう、この後髪落ちすることはあんのかな。乾燥しっていうか有利か切ったら髪落ち。あ、エンディング後の有利か移行時の一部だった。一部なんだ。行ってみるわ、じゃあ試しに。ああ、まあまあ共にクリアね。お、いいタイミングでハンニバル来たわ。危なかった、2個持ってたから。たまたま強っ。あ、黒ナビ、黒ナビ強いでしょ。そう、あ、活性化をいく。いや、これ勝ってるわ。俺は勝ってるべ。よし、いってるでしょこれ。さらにリプレイ1個追加して一応引いとくか。危険先生、珍しい。しかもガード、そっち先生あるんだ。ああ、いいね。しかも赤黒のこれは勝ってるわ。これは勝ってるよ。チャンスアップパターンやろ。おい、よいしょ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 よしよしよし、やるやん、やるよやるよ、まだまだやるよ、まだまだやるよ。いけ、いや、そうだ。これまあ画面でやっぱね、あれでしょ、なんかここに顔出るらしいもんね。おお、いや、でもそれやってほしいな。見たいよな、一回押したい。
頼む、千五当たってくれ、マジで頼む。来年かモンハン出んの。そうね。え、やっぱプレスだった。見てない。プレあれだった。据え置きだった。だよね。うん、嵐もやんねえかな。やらせよ。ふざけてでも俺らが怒ったらあいつ多分やめるよ。もういい、もういいわ、しばらく。もうやめ、やめとくわ。笛とか使わせてえな。似合うな。似合うよね。笛似合うわ。ちょっと待って。え？赤や。天国。天国だ。何も言ってないでしょ。さっき弱者でここに援護は任せとけって言ってたんだけど。チャンスゾーンのパターンもあった。いや、多分赤ボジャ強いよね。でも言うてね。強いと思う。ああ、なるほど。クッキングから行くのね。はいはい。いや、白文字だ。でも敵強い。赤。敵強い。で外れ。ああ、全然当たると思う。ここの白セリフは騙したな、ひばり。白セリフで逆にな、俺はこっち見てるからな、逆にこんな純粋な顔してよ。え、まっすぐな目で準備がとか言って白文字出しやがって。激強だかんなこっち今。ほらボンバリだぞ。バレた、バレた、お前の白文字だけだかんな。よバレたか、バレた。あ、さすがにだわ、すげえなおい、見たこともねえ、捨てたぞ今。なんだあれ、ナビ。いや、わかんない。もう当たるやつ。いやいや、よかった、バッチよかった、天国でしたわ。でかいでかい。もう一回、もう一回戻ります、1000枚出して。でかいよ。ありがとうございます。よし、2000枚超えたぞ俺、持ちコイン。でも、投資が1000枚ぐらいか。うん。いや、神尾中央だから、あとタイミングを知りたいぐらいかな、俺は。うん、お、来た、ハンニバル来たか。はい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 。これは7揃いね。よー、頼むぜ。さあ舞台は整ったよ。いや、いい、赤。あ、よ、はあ、何でも OK、 もうこの先は何でも OK だよ。はあ、リプレイ。これで終わるわけにはいかないよ。うわ、危ねえ。あーはー、わだー。なるほどな、結構あっさりいくんだね。ね、上位とはいえ、あ、はいはい、やっぱハンニバルだよな。お見事ですよ、それはもう文句言う。俺が今 AT だから。オーケー。ただまあちょっとここな、何、あれ、 赤だったよね今。なんか引いたんちゃう。うえい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 、勝ってろ勝ってろ、大丈夫じゃない。あ、違う、あ、そうそう、あ、黄金パターン。勝ってる勝ってる。もしかしてじゃないんだよ。もしかしてじゃねえ、ずいぶんずっと怪しいの。勝ってるよ。俺もしかしてじゃなくて。よかった、滑り込んだ。いいね、 This is God Eater って感じだね。もう250もらえたらラッキー。いや、バッチが終わったからここは俺が終わらすわけに絶対
対ダメだから行かない。行ってほしいね。今2000枚、2000枚3000枚か、2人で今プラス1000ぐらいだよ大体。うわ、うん、大体ね、多分た、まあ、ギリ足りてないかどうかぐらいだから。俺マイナス500枚だから本当に。俺今プラス1100枚ぐらいでしょ。だからあーなるほど、じゃあプラス600ぐらいか今。でもまあ AT 中って考えたらそうだね。そう全然いける。あ、やっぱいけるわ。やっぱいけるって何？いやいや、なんかこの選ぶときに俺ソニックブームのようにこう根拠ゼロじゃん根拠。3回リプレイ欲しいね。おーしゃぶねー、捨てたー。あーよかった。いやもうチェリーところじゃなかったからエイスすげーよかったね。そうなんですよ、ね、そうなんです買ってたー。あこれで勝ったまであるかもしれないね。確かに最後のやつか分かんない。でもいやよかった連続エイスは負ける流れだね。弱かったっすよね。弱かったすげー。なんてんだろ16枚とかマジでちょこっと余っただけちょこっと余っただけだよ何のための連打だったんだコマンドでってこと。嘘だマジコマンドで連れてきてるってことそれ。そうだよ、ラインナップいいけど確かにマジかよ。ほほほほ、それさリプレイ作ってくるんじゃないの。リプレイ行けば当たり、リプレイ行けば当たり、ほほ結構当たりだってナビを出せってことだよね。うん、そうだね。うわっつー、あっつー。でもおかげで引けたから、ね、あっつー。しかもチャンスで、あーよかった、マジでよかった、ありがとうございます。粘り腰、いやほんと粘った今粘り腰だわ。うわちょっと若者の眉動いたね今の粘りでお、うん、いいじゃんってなったよ今あいいじゃんいいじゃん、あのおじさんいいじゃん粘るじゃん若者もさすがに。やっぱ粘る人はね、うん、ちょっとやっぱそうよね、もうちょっと見ようかなってなった。嘘ついてるか一回数えてみようかな嘘のついてる可能性あるもんな嘘つく必要ねえけどななんなんマジでだったらもういいよ弱で、うん、見た目上少なかったし、そっかそっか、これスイカかこいつ。そっか、あチェリーが止まったのが今。そうなんですよ。かな。チャンス目じゃない？チャンス目だね。それはチェリー青だったんだな。でもな、チャンス目だ、ね。青だったらダメだよな。惜しいね。あと一個引いてないやつが。そうだよね。チェリー引いてチャンス目引いて。あ増やしちゃう後ろから増やしちゃう。
今のはリプレイだよね、多分リプレイ扱い。それで勝ってる可能性もゼロじゃないってことか、うん、そのまま、うん、それ、あちゅー、何これ。いや、緑鍋どう見てもスイカ、どう見てもスイカ、うわ、ゼロ角ってやつですな。あちゅー、これは気持ちいい。すっげー、一生するのにめっちゃいろいろやるけどさっきからやめろ、恥ずかしいからやめろ。荒紙一体狩るのにすごい視力を尽くすけどそうなんだよな、楽勝ではないんだよな、一回も あれ引いて、これ引いて、あれ引いて、とどめってやるけど、そう、最後のやつだけで大丈夫やで。そういうことじゃないんだよな、これな、実はちょっとずつ削ってる風に見えるけど、そうだよね、最後のやつだけで決まるから。そうなんだよな、あ、そうそう、お前でいいもん。こっちの方がいいんだからあれ219とかしか来んねんだ、ね、よしよし。いや、俺多分2000枚ぐらいまで行かなきゃダメだから、次の1000枚はこれ俺300のとこで当たっててやべえな。いや怖いよね、あ、これコインムチホントあれだね、あっという間だな、まず。いやいや、ホント一瞬だよ。ここでこれになったとは。あ、決まってんだ申し訳ない押せないんですけど。初めて打った人のリアクション。さあ、負けてると思ってた、明らかにいや、俺負けてると思った明らかに負けてると思った。いや、よかった、いいね、いいペース。いや、いい、いい、マジでいい。あら、どう、無理じゃないこれ。あ、一応チャンスアップ。あー、無理か。俺マジな、舐められてんのかな。ずっとこれなんだけど本当に220以下じゃん。あー、おい、ここでか。そ、何ゲーム、300とか。いや、そこで欲しいね、じゃあ。うん、ここ止めたいな。さあ、ここでバッチが当てて俺がその間伸ばしきったらもう大丈夫、1000枚はいく。それで超えるわ、いく。どうするか。あ、でもチャンスアップはいった。いや、いくか、さすがにいくな、チャンスアップは。な、紫の料理、食い物の色じゃねえもん。あ、左今ちゃんと押せてなかったかもな。あ、でも、あ、押せてたわ。えらい、もうすげえな、確かにすごいだろ。お、確かにラインナップ強いなカリグラにさ、ずっと勝ってるけど一回もチェリーで勝ってないんだよな。転換見たいもんね。あ、そう、3回リプレイ引いたけどダメなのな。まあ、でいいよ、甘えないよ。あ、甘え、あ、でもあんた押せないんですけどあ、甘えないんじゃなかったの甘えないんじゃなかったの。すごい嬉しそうだったけど甘えないやつとは思えないぐらい嬉しそうだったけど、いらなかったんだもんね。やりたかったな、チェリー引きたかったんだから。 あと、まあ、あと2回か。2回連続1000枚足掛けはなかなかだね。いやいや、かっこいいよね。あ、ちょっと上押しちゃったな。ああ、まあ、でも、そうだ、上押したもんね。おまんのミスが
今手応えあったってことね。そうそう、あ今の まあ、やっちゃったなって。いいけどね。あアリさんね、あるよ、アリさんあるよ。なんだそれ、行かないんだ。あなるほど、これはなんだ、リプレイか。リプレイで春日バトル。マジでトントン。まあ400枚浮きぐらい。あ浮いてはいるんだ、うん、だからそうだね、俺はマジもう一回天国行きます。うわっこいつ惜しい惜しい今だって赤ついてたでしょ。赤だよ、チェリー。あー大きい。あーいやお見事。まあまあ600ならじゃない。だって負けてないんじゃない下手したら。そうまだちょいプラ100枚ぐらいプラ。いや素晴らしい。よし伸ばすわ。1000枚目標頼むね。本当に頼りにしてますよ。よし、いや600ならまあギリギリだね。残り1時間切ったぐらい。そこまでじゃねえから別に。うわチャンス目なんか起きろ。起きたんじゃないそれもしかしたら。嘘、いやわかんないけど。さっきソニックブームでこいつ出しなかったのって俺チャンス目使ってんだけどだってあでもどっちかじゃない、あのストックあるかもしれない。あなるほど。ケストックっていうか V ストック。あーなー年会。いやあれじゃない V ストだから。ああそういうことか。うん価値格になるやつ裏で負けたら使ってくれるやつね。そう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 。うおい食らったか。147枚、まあ、食らうわな。やらかした。いやいやでもそんなもんなんだよ。あやらかした。オリンピックってまだ終わってない。終わった。終わったんじゃない。終わったかな。終わったはず多分。なかなかいろんなお粗末な話題も多かったもんな。パリ五輪はなんかねいろいろ言うよね。なおさら俺はだから昔から点数とかの競技がやっぱそこまで好みになれない。あのフィギュアとかでしょ。難か、まあ、分かる人には分かるんだろうけど。芸術点ってやつでしょ。あその人基準になりませんかってなっちゃうもんね。そうなのよ。草間彌生さんがやってたらもうそれはあ大丈夫ですねってなるけど、ま、違う分かんないじゃん。草間彌生さんは大丈夫。いや芸術点で言ったら。あ確かにね。そうそうそう。絶対的な絶対的な信頼がある。そうそうそう。かぼちゃ持ちながら。おおバスケも結構話題になってたもんね。バスケね、まあ、まあ俺はそんな気にならなかったけど。惜しかったな日本。日本ね あれはね。いやそれは日本目線からしたらそうなるけど。そうなるよな。こっちはだって別にそこまで俺は気にならなかったよ。結果論でしかないから。こぼれる可能性だったからね。そう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 、もちろんそれはね。バスケってでもおもろいな。面白い。バランスいいのよやっぱ5人っていう。あのやっぱあの試合によってさ、だよ、ね、俺いや終わった後にナビ出たの。へえ。だから、300。ナイス。あごめんバスケの話してからスリーポイントの感じでやっちゃった。スリーね。スリーポイントの感じでやっちゃった。ありがとうございます。331。1000枚あるんでマイナス500枚ぐらいで。オッケー。俺もこれ100で当てよう。面白いね。おもろかった。アメリカと僕日本しか見てないけど、まあどっちも良かった。あの試合によって明らかにノリに乗ってる人が出てくるのがいいね。あと、まあ、良くも悪くもだけど、うん、一人で何とでもなるのもいい。なんかもう無双しちゃう時の時間ってあるもんね。そうだね。そう、だからそれこそアメリカの決勝戦なんてカリーだけで、最後はね。えぐかったね。あれはもうすごい。
スーパースターだもんね。あ、やべ、実はね、バレた。こいつはバスケの話してんだった。いや違う、ソニックブームだ。あ、やってたね、一応。対策された。対策された。対策されたわ。絶対ここでソニックで来るからって呼ばれた。ジャンプして蹴り食らった今気分。いやでもスポーツはやっぱいいよな。いい、スポーツってすげえなと思う。楽しい。で俺熱でやってた時にさ、うん、こう動けないから、うん、横になってずっとこう携帯もあんままともには見れないけど、うん、あー YouTube、うん、とか見てたらショートとか見るじゃん、うんうん、流れてくるじゃん、わーって、うん、そしたらなんかあの感動しちゃうね。俺もうちょっと泣いたりしてたの。弱ってるから。そうでスポーツ選手が子供に、うん、あるじゃん、よくサッカーとか優しくするやつ。あー分かる、あのボール上げたりするやつでしょ。あれもうさ、ずるいわあれ。あれスポーツ選手しかできない。分かる俺らじゃできない。あーずるい、するね、あいつら何億もらってあれやって。優しいのよ、男前で。そう、天国じゃん。夢を与えてるのよ彼らは。あれやった後に俺これやってんだよ今。いやいや、俺らは俺は与える側じゃないから。俺は夢を自分で見るわ。だから、あ、そっか、そうかいや、あれはスポーツ選手しか無理だね。かっこいいよな。 あれはかっこいい。そう、子供に夢を与えるスポーツ選手っていうのはね、映えるよ。そうね。で、子供がさ、あのとんでもない目をするのよね、やっぱり。こもう輝きが、あ、いや、まあ、純粋だからね。そう、あれがね、やっぱ刺さるね。なんかもうやっぱいいね。でもね、スポーツ選手じゃなくてもね、うん、俺はね、なんか素晴らしいなと思って、ちょっと泣いちゃった。本当にちょっと泣いちゃった。お、美容室で。ああ、いや、見たよ。見た、あ、見た。俺あれでもうダメでさ、みんも熱あるからかしたけど、もう涙しちゃってさ。もうお母さん、うん、お母さんが来て、が坊主にして、お母さん泣いてんのよ。どうしたの、長い髪切って。さ、男前の美容師さんがさ、それの後に俺もこうやって自分で若い兄ちゃんが坊主にして、隣のお兄ちゃんもみんな坊主にして。見た。俺も坊主にしようかと思ったの、見てて。いい、遅い。本当に遅いっていうか、ただの坊主にしたおじさんだからそうなった。でもだからやめたけど。あれは感動する。だから俺は美容師さんでもそういう、まあ確かにな、与えれるんだな。確かに気持ちなのよ、結局。いや、そうなのよ。でも後に俺今これ、いや、もう出すしかないって。それはもう出すしかないよ。やれることやるしかないよ。俺らだって死に死欲のために。そう、それだけよ。今必死にやって、お金が欲しいだけ。おらい。そうだな。そうなんだよ。だ、俺らもさ、もう嵐さんが何かって坊主にしたら俺らも坊主。もともと坊主だよ嵐さんは。あ、そうなんだっけ。嵐さんが何かあってポーズしたら俺らもしてあげよう。いや、してあげるけど、嵐さんはもともとポーズは気づかない、言ってくれないと。ポーズの動機をちゃんと言ってくれないと。あ、そっか、もともとポーズ。しかも自分でやってるから、あの人。あ、気がつかない、言ってくれないと分かんない。そうだな、確かにそれはそうだ。俺らは察せれない、それを。やべ、変なことやってた、もう終わったよ。ふざけんな、やっぱな。終わったよ、やっぱな。そんなこと言ってる場合じゃねえんだよな。あ、やっぱハンニバルだよね。そうね、ストップしてくるな。これって設定したか。あんま別に行くはないよね。理由もそんなだね。帰りましょう、素直に。オッケー、今日はちょっと備えましょう。こういう時もこういう日もあります、ね、台風日なんで。今日は惜しかったね。惜しい。うーん、惜しい。いや、でもあれですよ、こんなこと言いたくないけど負けて、なんか僕はいい気持ちになります。まあね、そうね。人の温かみを知れる回になりましたよ。大事だと思う。いろいろマッチにも聞いて、あれねとか、僕が、まあ、1000枚負け、1100枚負け。僕は170枚ぐらいかな。でしょ。でもまあしょうがない。もうこればっかりも台風来てるからしょうがない。マジでもうすぐ、もう静けさって感じ、嵐の前の。すんごい来てる感じある。宝箱システムになってからまだ1回負けてない、ね。負けてない。本当いつになるやら。もしかしたら持ってきてないかもしれない。え、負けるから俺らが。もうふざけんなよ。もういいかっつって持ってきてない可能性すらあるよ。
はい、とりあえずまあ負け出しましたけど、うん、なんかまあそれなりにいい回転になれたかなと思います。楽しかったです。絶対次回以降すごい打ってきたもん。すごい来た。すごい来た。来たな、急に来たな。そう、本当に天気も悪かったんで、次回は必ず宝箱を開けます。開ける瞬間を皆様にお見せします。はい。というわけで、お別れです。次回また会いましょう。さよなら。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週月曜配信、デリンゲバ。毎週火曜配信、嵐と松本。毎週水曜配信、キャプテンタク。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。